こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の F3 ステルス戦闘機開発が進む中、あと7年で量産化させる計画。ここに米英も協力体制が整った。だが、さすがは米国、日本も同時に進められる無人機が完成している。気になったのは、F22 と F35 は異なるデータリンク暗号がある部分だ。それを今回 XQ-58 は同時にデータリンク対応し、実験に成功した。では、気になると思ったので、詳しく見ていきますね。日本も無人機は開発すると言ってます。米空軍は、先日12月9日、米国現地時間に、米アリゾナ州ユマにある、米陸軍性能評価試験場 YPG において、現在開発中の無人機、XQ-58A ヴァルキリーがステルス戦闘機 F22 ラプター、および F35 ライトニング II と編隊を組んで、平行飛行をしながら F22 と F35 の異なるデータリンクを中継する試験飛行を実施したと発表した。XQ-58A ヴァルキリーは、米国のクレイトス社が空軍と共同開発中の無人機で、米空軍研究所のルカット低コスト航空用航空機技術計画に適合した技術実証機で、2019年3月に、ユマ試験場で初飛行を成功させて、その後の試験飛行が順調に進んでいれば、2020年には、米空軍と正式発注契約が結ばれるはずだった。しかし、同年9月の3回目の試験飛行において、着陸時に事故を起こし、機体が損傷したことにより、開発プログラムの遅れが6ヶ月以上に達したために、米空軍からは発注契約が見合わせとなっていた。しかし、クレイスト社は、この XQ-58A 開発にはかなりの自信を持っており、米空軍からの契約の進捗が滞っていたにもかかわらず自社資金を当ててまで開発を進めていて、今回の試験にこぎつけたのだった。今回の試験の目的は、先に記したように、XQ-58A が F22 と F35 の異なるデータリンク体系を通訳して飛行中に中継することにあったわけだが、そもそも、なぜ、そのような実験が企画されたのかを説明しておきたい。ステルス戦闘機は、第一には敵のレーダーに探知されないことが肝心であるが、それと同様に航続中の通信を敵に傍受されることも妨害なくてはならず、低確率傍受 LPI 暗号データリンクを使用している。ところが、F22 と F35 とでは、その暗号データリンク体系が全く異なるために、両機種間で情報を交換できないのが現状であるが、それでは両機種が入り乱れての戦闘になった場合には、大きな不都合が生じてしまうことになる。それで、そのような状況下に、XQ-58A を飛ばして、両機種間のデータリンクを中継しながら戦闘を行うことができれば、不都合を解決することができるとして、両機種の互換性の
内デジタル言語を通訳し、地上にある司令部や管制センターとの相互通信を地上局に、データ送信せずとも通信できる装置をノースロップ・グラマン社などに、開発を命じていたものが完成、ガテワヨネと名付けられ、無人航空機 XQ-58A に搭載されたのだった。そして、米海兵隊所属の F-35B、米空軍所属の F-22 と F-35A、そして、ガテワヨネ搭載の XQ-58A が参加して、先の実験が実施され、結果、XQ-58A は、18件の性能試験のうち、9件の機能が正常動作したことを、確認し F-22 及び F-35 戦闘機と並んでの半自律飛行には成功したのだが、ガテワヨネを搭載しての双方向通信試験に関しては、離陸直後に接続が途切れてしまったために失敗したとのことだった。ただし、F-22 と F-35 戦闘機の第5世代戦闘機間における飛行中の直接の双方向データ通信試験には成功したと発表されたことは付け加えておきたい。さて、ここで XQ-58A の初言を紹介しておくと、全長 8.8M、 翼幅 6.7M で、航続距離は 3000km 以上、最大速度は 1050km/h と想定され、機体の大きさは F-35 が全長 15.4M、 翼幅 11M なので比べるとかなり小さいことがわかる。また XQ-58A のステルス性能においては、F-35 と編隊飛行を言っても問題のないレベルであるとされていて、機体下部のウェポンベイには最大 250kg までの誘導爆弾を搭載することが可能で、 GPS 誘導型航空爆弾 JDAM や誘導航空爆弾 GBU-39 などを搭載することを想定されている。ちなみに、この GBU-39 は非常に優れた誘導爆弾で、投下地点からの射程距離は最大 110km、 その命中精度の誤差は 5M 以内で、爆弾の総重量 130kg に対して 92kg もの弾薬を積むことができる。また、その他の兵装としては AIM-120 空対空ミサイルを機外搭載することになるだろう。この XQ-58A、ヴァルキリーの運用方法としては、現有戦闘機の F-15、そして F-35 や F-22 と組み合わせて編隊を組む。つまり、有人戦闘機1機につき、複数の無人戦闘機を組み合わせて大きな攻撃力を持たせることにあり、このことはいろいろな意味で大きな戦略的優位性につながる。例えば、ミサイル防衛システムで確実に防護された施設を攻撃する際には、ある程度の味方の損害を覚悟しなければならないことは避けられない。しかし、非常に高価な航空機を失い、さらに熟練したベテランパイロットの損失は、すぐにカバーができず、無人機を運用することで、このリスクを大きく減らすことが可能になるのだ。XQ-58A の1機あたりの価格は、300万ドル、約 3.3 億円程度であり、さらに、
量産が可能になれば、100機以上の発注で1機当たり200万ドル程度、約 2.2 億円のコストで調達できるとされており、対空ミサイル AIM-120 の価格が約40万ドルであることを思えば、現状でも XQ-58A1 機は AIM-120 が8機買える金額では購入できて、量産後の価格ならば AIM-120 ミサイル5機分の価格でしかないのである。また XQ-58A のさらなる利点として、加速度負荷への耐性が挙げられる。通常パイロットが耐えることができる負荷は8から9ギガとされていて、一時的としてもせいぜい12ギガまでしか耐えることができないために、このことによって有人戦闘機における操縦性が制限されてしまうのだ。しかしこれが無人機であれば、もっと大きな負荷に耐えることができることになり、つまりは機体の強度限界まで数十ギガだろうが、数百ギガであろうが耐えることが可能なので、敵機が有人機の空中戦においてはミサイルをかわし撃墜するのに優位な位置を取ることができることになる。今回の米空軍発表による実験は、総合的には成功とは言い難いが、だといって、米空軍がこの無人機の実戦配備を諦めたわけではなく、準備を進めているとの見方は間違ってはいないだろう。XQ-58A の将来的な運用方法としては、無人の迎撃用戦闘機として施設の防空を担ったり、あるいは危険な敵地攻撃用の際に有人ステルス戦闘機を援護するため、無人戦闘爆撃機として単独で潜入して、先にレーダーや防空兵器を破壊する役割を担わされるのではないかと予想される。米空軍がXQ-58A に求める最終的な目標は空中戦での運用であり、2020年8月に米国防総省の国防高等研究計画局 DARPA が戦闘機の飛行時間2000時間以上のベテランパイロットと人工知能 AI との空対空シミュレーション戦闘大会を開催したところ、AI が5勝0敗で完勝し、無人戦闘機の空中戦における優位性を知らしめる結果となった。さらには、中国やロシアも自立型無人機を開発しており、特に中国は、AI 搭載無人機200機による自立的編隊飛行を成功させたとの情報もある。そのため、2023年から2025年頃までには、XQ-58A、ヴァルキリーの量産が始まり、米空軍及び海兵隊への配備が開始されるのではないかと考えられ、また、同時に、日本などの同盟国でも、この無人機の配備が始まるであろうことも、十二分に考えられる。